に強力ライバルフリーで実力者獲得へ。ユベントスでのアドリアン・ラビオの契約延長は、新たな契約について合意に至らず困難になっている。リバプールと AC ミランは、フリーエージェントとなったアドリアン・ラビオの獲得に興味を示している。ラビオのエージェントは現在、年俸ユーロ900万ドルを要求。ラビオは、私はスティーブン・ジェラードのファンだったので、リバプールが大好きでした。彼は私に夢を与えてくれました。だから、レッズを応援したのです。キミッチ高すぎるしラビオいい気がするな。ラビオってめっちゃ守備的って感じしないけどアンカーできるの？市場に良さげなアンカータイプいないし、ラビオと遠藤の併用だったらしばらくはありじゃない？ラビオって全盛期過ぎたかと思ってたけどユーロ見てたら全然まだまだやれるな。球際は意外と強いし。フランス代表の主力だからな。プレミアでもやれるはず。カンテとラビオってもっと第一線でやってほしい。ラビオは化け物すぎる。プレミアで叩かれる姿は見たくないので、ユベントスに残ってください。ラビオはプレミアに行くなら今年がラストチャンスだと思うんだが、それでも残ってくれるのか？ワールドカップの時にはプレミアは夢とまで言ってたからな。ラビオといえども体が資本のアスリート。稼げる時に稼がなきゃいかんし、いろんな駆け引きや思惑はある。代理人ややこしいからな。どうなることか。